ではこのセッションでは、ワークフローエンジン、アパッチエアフローを用いた大規模データパイプライン構築と改善という題名で、中村雅人からお話しさせていただきます。私はモノタロという会社に、勤めておりまして、そこで行っている、大規模なデータ処理のお話、それに絡めて Python をどんなふうに使っているか、こういうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。トピックとしては、ビッグデータとか、あとはそうですね、データ処理、バッチ処理のような大規模データ処理に対して、皆さんにいろんなことをこう持って帰っていただこうかなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。はい。ちょっと、はい。では、自己紹介から始めさせていただこうと思います。私、中村雅人と申しまして、SNS、X とか GitHub とか、まさひととか、まさひと JP とかでやっております。仕事では Python とか BigQuery とか、そういう、Python ので何か書いたりとか、大規模データ処理をすることが多いです。個人ではですね、Python とか、JavaScript 書いたりとか、僕が一番、こう人生で一番書いてる言語、Java とかをやって、をよく、書いてます。コーヒーのものが大好きです。あとはそうですね、オープンソースのコミットとかもすごく好きです。でして、近頃アパッチビームっていうやつに、よくコントリビュートするようにしております。はい、PyConJP では、10年前になるんですかね、2014年以来、2回目の登壇になります。本日はちょっといろいろ皆さんにお話しさせていただけると嬉しいかなと思ってます。はい、まあ、JavaScript の本書いたりとかしてまして、まあ、今は、EC サイトの、モノタロウというところで勤めております。はい、ちょっとこれから話をする流れで、モノタロウってどんなものなのかというのを少しお話しさせてください。ちょっとこう大規模データ、EC サイトというところで、ちょっと前提になる知識なので、少し、お時間を取ってお話しさせてください。事業としてはどんなことをやっているかと申しますと、B2B、会社から会社に対して、間接資材、まあ、ネジとか、そういうものを、まあ、間接資材と呼ぶんですけれども、こいつの在庫を持ってて、まあ、オンラインで売るということをやっている EC サイトです。で、特徴の2個目としてはコールセンターも持ってるし、まあ、商品採用も自分らでやったり物流もやる、マーケティングもやるデータサイエンスもやって自分たちでこう全ての社内システムも構築している、まあ、そういうフルスタックな、EC の会社をやっております。はい、でこの EC サイトどんなの特徴を少しだけお話しさせてもらいますと、今日はちょっとここだけ覚えてください。全部の商品がですね、2000万点ございます。でこの2000万点の、データ処理を、毎日検索エンジン用にデータをちゃんと洗い替えておりまして、1日1回すべてのデータを洗い替えてそれを検索エンジンに込めてちゃんと検索できるようにする、こんなことをやっております。でユーザー数は800万人ぐらいいます。はい、まあ、こういう企業でじゃあデータ処理どんなふうにやってるのかなというのをちょっとこれからお話をさせていただこうかなと思っております。はい、でもう一度お話をさせていただきますと、じゃあ大規模データ処理 Python どんなふうにこう組み合わせると、まあ、こういう2000万点の、商品の情報の処理なんてものができるのか、これについてお話しさせていただこうと思います。まあ、ちなみに2000万点というと、まあ、多いと思うか少ないと思うか人によると思うんですけれども、ですね、これを普通にやっちゃうとですね、十何時間かかったりするなんてことはよくありますが、じゃあ我々はそれをどうやってるかみたいな話をさせてもらおうかなと思います。はい、で本日お話しすることはもう3点にまとめさせていただきました。まあ、1個目がそういう大規模なデータ処理、データパイプラインと呼ぶんですけれど、こういうのの構築をする、作っていくのも大変です。でも運用し続けるのもっと大変なんで、自分たちの運用とか作ったものを見据えてちゃんと改善していく必要があるんですよという話をさせてください。で2個目で、こういうふうに運用超大変とかやってると、実際に俺たち何をやるためにこんなことやってるのかっていうのは忘れちゃいがちです。まあ、データの移動とか変換とかデータを作るってところにあるので、こういうのにちゃんと集中するためにどうすればいいかというのをお話しさせてください。で3点目がワークフローエンジン、アパッチエアフローってものがありまして、まあ、こいつを入れて自分たちの運用に対して、毎日改善を加えてます。この辺のお話をさせていただこうかなと思っております。はい、アジェンダです。 1,2,3 で、はい、バッチ処理からワークフローに切り替えようという話で、ワークフローエンジンってどんなものかというのを紹介させていただきます。で最後にちょっと我々が毎日どんなふうに改善し続けているかという話をさせてください。はい、じゃあ一番最初、バッチ処理からワークフローへという話をさせてください。はい、じゃあまず一番最初事例から入らせてもらいます。最後までいくと分かるんですけども、まあ、ビッグクエリとかそういう大規模データ処理と Python をどうやって組み合わせるかという話をしていきます。
で、まず事例としてこんなことをうちの会社でやってるよというのをお話しさせてください。で、商品情報の、検索用のミドルウェアというのを今移行しています。今までアパッチのソーラーというのを、中心に使ってたんですが、代金もうデータが、うちの会社、商品数が10年前は100万件ぐらいだったのが今年々年々増えてなんと2000万件になりましたと。で、増えていく過程でちょっとソーラーだと、データが収まりきらなくなってきたというのがございまして、エラスティックサーチという新しい検索用のミドルウェアに移行するということを決めました。で、どんなことやってるかぜひうちの会社のテックブログ出してるんで検索して見てみてください。で、こんなふうに検索用の、エンジンを変換するのに対して、商品情報とかも形を変えないといけない、ストラクチャー変えないといけなくなってきますと。そういうのもありまして、商品情報データの作成処理、前処理とか呼ばれる部分なんですけども、ここも再実装して移行しております。で、どれぐらいやってるかという話をしますと、商品情報、SKU とか呼ばれるものがありまして、それが2000万点あります。で、一個一個の、商品に対して長さ、ネジだと長さとか太さみたいなのがありまして、こういうのを属性と読むんですけども、大体属性が 2.5 万ぐらいありますと。だからこれをちょっと組み合わせしていただくと大体5億件ぐらいのデータを毎日毎日こう処理しているとお考えください。そんなん終わるかなみたいなのは、僕も最初入社した当時ちょっとそんなこと考えておりました。で、結論から言いますと、商品情報の、データの作成処理、これ移行のために全体の処理をもう見直すということを決断しました。で、大きい決断2個あります。1個目が、データの作成処理の業務ロジックの部分とかがありますと。例えば名前があったときにこんなふうに変換しましょうみたいなルールがあるんですけれども、これ業務ロジックというと思ってください。これをもうビッグクエリという大規模解析エンジンとその上で動く SQL とかその上のとかスクリプト、 SQL のスクリプトとかがあるんですけど、そういうので実装すると決めました。で、もう1個がワークフローエンジン利用しましょうと、こういうふうに持っていきましたと。で、なんでこうなったかというのをここからお話しさせてもらいます。で、まず事例としてもう少しお話しさせてもらいますと、もともとどんなふうに動かしてたかという話をさせてもらいます。ビッグクエリー使ってるってのは変わらなかったんですけど、 Python で動かしてましたと。で、もともとの処理では SQL をテーブルの依存関係に従って順番に実行したり、業務ロジックも Python と SQL で書いたりとかで、こんなことしてると、ビッグクエリーもたまにエラー書いたりするわけですわ。で、思いもよらないデータが返ってきて、再実行したりとかリトライしたりとか、エラーが落ちたら落とすみたいな処理を書かないといけなかったりとか、で、外部システムとの連携しないといけない、こんな結構いろんなことをたくさんやってたわけなんですね。で、とてもとてもこれ全部読んでると、なかなかこれ移行なんかできやしないじゃんみたいな気持ちになっちゃったと。で、じゃあ次どうしたかと言いますと、やらないといけないことを整理しましょうという話です。結構分かりやすく言うと、ドメインの知識とドメインじゃないところっていうのをまず分けてみましたと。で、移行していく、まずはデータを作るところの移行するというのが必要なので、まず業務ロジックは集中すべきと。で、他のところはなるべく力を入れないでやれないかなというふうに考えましたと。で、上の方が力入れたいこと、下の方が他の手段で何か代替できそうなところだねというのが見えてきましたと。じゃあさらに、じゃあ検索エンジンの部分は投入部分なんで、ちょっと話は別として考えてもいいでしょうというふうなのが分かってきたのと、あとはタスク依存関係の解決、SQL とかも順番に実行する必要があるんですけど、これは実際にはタスクの依存関係の解決にの話に帰結するねという話と、リトライ処理も業務ロジックとは別で、これバッチ処理の機能なので、別で考えられるでしょうというのが分かってきましたと。じゃあどうするかっていうのをまたここでちょっと切り替えまして、さっきと変わったところは、じゃあワークフローエンジンでここを実装しちゃえばいいじゃんと。例えばリトライとかタスク依存関係の解決とかできるフレームワーク引っ張ってくればいいじゃないかというのが分かってきますと。で、最終的なものがこれです。実際にこう業務ロジックを実装するところをビッグクエリと SQL にこう固めてしまう。で、残りの部分はタスクの依存関係、テーブル間の依存関係とかがありまして、どの順番で実行するかとかを考えなきゃいけないとか、あとは、エラーのハンドリングの処理とかは、ワークフローエンジンとい こうフレームワーク上でできることなので、もうそこでカバーしてしまおうというふうに考えましたと。で、エラスティックサーチに無事こう商品情報のデータを入れるという形になりましたと。で、こういうふうにしていくことで、自分たちがやるべきこと、業務ロジックを実装することにこうきちんとこう注力できました。なので、移行一番やりたい実装系の移行というところに集中することができたというのが今の状態です。で、ここまででちょっと何話したかったかと申しますと、ワークフローエンジン入れるとどんなふうなことができるかというのは少し分かってほしいのと、どのように行われるか、依存関係の管理とかタスクのスケジューリング、エラーハンドリングだけじゃなくて、この辺を
フレームワークでうまくカバーすることで、まあ、何を行うか、データの移動と変換で、これが大事なんだよというのはすごく分かってきてますと、はい、でこんな感じで集中すべきことが分かると、自分たちが達成すべきことってのは分かるようになって、とてもいいんですよというのを一番最初にお話しさせていただきました。で、はい、2点目としてお話しさせていただきます。で、Python のワークフローエンジン、Apache Airflow についてというのが2章です。でここまでなんかワークフローエンジン、ワークフローエンジンみたいなことを言っていて、ああ、何なんだこれみたいな状態だと思いますので、そこについて改めてちょっとお話をさせてください。で、ワークフローエンジンってどんなものかと申しますと、まあ、特定の業務プロセスとか、タスクの実行とか、こいつを自動化とか管理とか監視するためのツール、またはソフトウェアプラットフォームですっていうのがまあ一般的な説明です。まあ、すげえ簡単に言っちゃうと、僕たち大規模バッチ処理をするんですけども、まあ、大規模バッチ処理で必要なこと、スケジュール実行したりとか、エラーになったら落ちてほしいとか、ログを出してほしいみたいな、あとあとデバッキングするみたいな機能が必要なんですけれども、ここをなんかカバーするフレームワークだと思ってください。で、Python ではいくつか、すごく有名なものがあるんですけども、Apache Airflow というもの、あとは Luigi ってやつがありまして、あとはプリフェクトっていうApache Airflow を作ってた人たちが、改めてこう作り直そうとしてるみたいなプロジェクトがあったりします。で、クラウドサービスですと、これは Python じゃないんですけども、 AWS のステップファンクションズとか、まあ、GCP ですとワークフローズってものがありまして、まあ、これを使うことで自分たちの業務プロセス、タスクを実行する。で、実際に実行するものは、例えばクラウドランとか、AWS だとラムダとかを使ってこう処理して、最終的に成功したかどうかっていうのを管理するみたいなことができたりします。で、ここから先はちょっと我々が使っている Apache Airflow についてもう少しこうフォーカスしてお話しさせてください。これどんなものかって言いますと、もともと2014年ぐらいに Airbnb 社が開発したオープンソースのワークフローエンジンです。はい。で、まあ、会社で作ってたものがアパッチ財団ってところに寄付されまして、まあ、アパッチっていう名前がついてアパッチアフローというものになりましたと。はい。で、これ開発言語は全部 Python です。 Python で書かれていて、まあ、処理も Python で書けます。で、まあ、実際にはバッチの部分は DSL ドメインスペシフィック言語として書かれてまして、で、それと普通の Python の処理を組み合わせて、処理を書いていくことができるようになってます。で、一般的にこれはどんなものかっていう説明をApache Airflow のサイトでもされてるんですけれども、まあ、ETL ツール、ELT ツールと呼ばれたりしますと。エクストラクト、データを抜いて、トランスフォーム変換して、まあ、最終的にロードする、データを詰め直すっていう処理を行いますと。だから引っ張ってきて変換してこう入れる、こういうのに特化したエンジンですし、あとは外部の複数のシステムと、作ったデータを渡していくっていうところに特化してますと。だから要は変換するっていう機構と他のシステムと連携する、ここに特化したものだと思ってください。で、我々の場合ですと商品情報データの変換処理っていうのがやりたいことです。で、終わった後で外部システムにデータを渡したいです、こういうのがやりたいことなんですね。まあ、なのでとてもこう用途に合うので、これを使わせてもらうことになりましたと。で、もう一個すごく大きい特徴、まあ、何度かお話しさせてもらってるんですけども、まあ、特徴としては、まあ、他のクラウドサービスとの連携がプラグインとして提供されてます。まあ、例えば、僕たちがよく使ってるものだと Google クラウドのビッグクエリとか、クラウドデータフローとか、ワークフローズっていうのがあるんですけれども、こちらと連携する機能が、関数とかクラスですでにできていて、インポートしてペタッてこうそのやりたい仕事のオペレーターっていうんですけど、オペレーター書くだけで実行できるようになってます。はい。で、まあ、こんな感じで他と連携しやすい。で、僕たちは Google クラウドの機能、ビッグクエリとの親和性をすごく求めてたので、ここに、引かれておりますと。はい。で、まあ、先ほどちょっとそうですね、Python で書ける。で、Python と、処理の部分はこう、DSL で書けるっていう話をしたんですけど、1個だけちょっとお話ししておきたいことがあります。誘拐非巡回グラフ DAG っていう構造を取りましょうっていうのがこいつの前提条件になってます。これ何を、まあ、こう言っちゃうとすげえ難しいんですけど、要はループの処理はするなよっていう前提がありますと。例えばまあ A やって B やってまた A に戻るみたいな、こういう処理やっちゃダメだよ。ただバッチ処理としては頭からお尻まで流れていくっていうのは非常に大事なので、そこを意識して順番をかけるようになってます。例えばこれですとブランチング頭からランディスファーストっていう処理をして、まあ、ブランチング分岐もできますと。分岐した後で3つに分岐して最終的に全部の結果順にしなさいよみたいなタスクをこんな感じでかけると思ってください。
先ほど言ったように、まあ、ジョインしてまた元に戻るみたいな、こんな処理はできなくなってます。まあ、できなくすることで、バッジがいつまでも終わらないみたいな事態を避けられると考えてください。はい。で、まあ、実際にじゃあ、言葉ばっかりでもよくわからないと思いますので、コード1個持ってきましたと。ビッグクエリを、DAG から、DAG からこう実行して、新しいデータを作るっていう例を持ってきましたと。はい。これ途中で、これは何やってるかと申しますと、まあ、新しいデータ作るために中間テーブルとかを作るという前提です。で、中間テーブルができて、まあ、それの作戦完了を待って、まあ、待った後で、そいつを読んで、新しいデータを作るという流れですと。で、これの場合は、エグジステンスセンサー。センサーっていって、待つ機能と、オペレーターっていって実行する機能の2種類がありますと。で、最後の行で、まあ、タスクを列挙しまして、ウェイトテーブルっていうのを作り、エグゼキュートっていうのを作って、作った後でこれを並び替えますと、こういう、そうですね、松葉2個みたいなオペレーターをちょっとつけてあげると、これ DSL なんで、こういう書き方をすると順番が制御できるんですけれども、こんな感じでウェイトテーブルした後にちゃんと実行しなさいよっていうのを、こんな感じで、DAG という形でまあ表現できるようになってます。で、これが、こういうことを書くことで、まあ、きちんとこうオペレーターを使って、ビッグクエリにアクセスできるっていう機能がございます。はい、でもう一個ちょっと構成がなかなかこう大事なので最後構成の話を少しさせてください。で、先ほどバッチ処理のいくつか要素がありまして、まあ、スケジューリングする機能っていうのがあるのと、じゃあ実際に実行するところ、DAG を実行するワーカーって機能があります。で、実行結果はメタデータデータベースってところに、たまりまして、まあ、それがウェブサーバー経由で、まあ、UI が見れるぞみたいな話です。まあ、パッと言われるとよく分かんないと思うんですけど、まあ、実際にバッチ処理ってこんなのが大事なんですけど、まあ、例えば僕たちのバッチの場合1時間から2時間とかかかっちゃうわけです。で、その中で100個ぐらい処理をやってるんで、どこまで終わってどこまで終わってないかみたいなのが分からなくなるとかがあります。で、これのいいとこは実行してどこまで終わってるかっていうのが UI から見れるようになるようにこんな処理になってると考えください。で、実際にDAG ってとこに処理を置くと、それがスケジューラー経由で実行されてワーカーってとこに引き渡され、結果がメタデータに入って、まあ、あ、進捗してんねみたいなのが UI から見れると思ってくださいと。まあ、これがすごくいい要素です。まあ、なんですけど、これを大規模で使い出すと結構こういうことがありますと。構成要素結構多いんですよ。で、構成要素多いので、まあ、全部安定運用できるっていう前提が必要です。Airflow って実は PIP インストールで一発で入るし、ローカルでも全然動かせるんですけど、まあ、大きく動かすとかバッチを1日こう20回とか実行したくなると、ちゃんとしたサーバー組んだりするのが必要になってきますと。で、先ほど言ったようにちょっと実行機構のところを複数こうやりたいとか考え始めますと、まあ、Kubernetes とかに乗っけたりとか、まあ、あとはですね、VM インスタンスを複数個立てて、その中できちんとこうコンピュータリソースを割り当てるっていうことが必要になってくるんですけど、すげえ難しいです。なので、ワーカースケールとか考えると、クバンティスでの運用がまあ必要ですと。まあ、なので、結構安定運用難しいです。クバンティスの運用知ってて、こういうバッチ処理も全部分かってて、全部運用できるやつってなかなかいないんですよ。私もなかなかできないので、じゃあどうしたかと言いますと、まあ、マネージドサービスっていうのが、で、いくつか、このアパッチエアフローの機能って提供されてます。でこいつを使うのを私はお勧めしたいと思ってます。Google クラウドさんだとクラウドコンポーザーっていうのがありますし、AWS だと Amazon マネージドワークフローズ for Apache Airflow っていう名前がありまして、まあ、まさにこのまんまみたいなのがあります。はい、ぜひこの辺を使うとよろしいかなと思います。で、僕たちのチームどう使ってるかというのを少しお話しさせてもらいますと、まあ、モノタロウの商品情報データ作成処理っていうのがと、まあ、結構限定しちゃうんですけど、そこではこの Google クラウドのクラウドコンポーザーっていうのを採用してます。で、採用したポイントは商品情報の生成処理ではもうビッグクエリを使ってます。まあ、Google クラウドとべったりな、処理にしてます。で、まあ、ビッグクエリの力を使うことで、まあ、2000万件で 2.5 万の属性の処理を、まあ、1時間から2時間ぐらいで終わらせることができるので、まあ、うまくそこの、スケジューリングを組むことで、スケジューリングとタスクの依存関係をうまくやることで、まあ、全体が動くようになりましたと。まあ、なのでこいつをうまく使っているのと、あとは Google Cloud の、ビッグクエリ以外のサービスとの親和性も高く、まあ、これをうまく使って、検索エンジンにデータを入れるとかしています。まあ、なのでこいつを採用しております。で、最後改善し続けるという話をさせてください。
改善し続けるために、我々が気をつけていることをちょっとお話しさせてもらいます。ここで言っている改善というのは、まあ、本当にシステムとしてどう動かしていくかという部分と、あとは運用してて、まあ、どうやるとこう楽になっていくか、自分たちのやるべきことに集中できるかという話をさせていただきます。でポイントは3つあります。で1つ目が、まあ、処理を絶対に再利用可能にしましょうというのがお話です。で2個目が、なるべく最新を使いましょうという話です。で3個目が、もう本当ログ出力の話がもうめちゃめちゃしたいので、最後はお話しさせていただきます。ログをちゃんと出さないとなかなかアラート組んだりとか、近頃だとオブザーバビリティとか SLO の話がよく出てくると思うんですけども、今どこまで進んでいて何が原因で止まってしまったか、たまたま今日遅いのか、それとも今日は なぜかたまたま早いなんてことがあったときに、じゃあ何があったのっていうのをちゃんと後から分かりたくなるときがあります。でそこの話をちょっと意識するために、今日はログの話をちょっと最後厚めにお話しさせていただけるといいかなと思っております。はい、で最初処理を再利用可能にしようという話をさせていただきます。ワークフローの処理、バッチ処理とかあると思いますと、まあ、ここまでなんかバッチ処理とか結構言ってしまってるんですが、なんか皆さんの中でなんか、毎日こう動かさなきゃいけない処理、まあ、これをバッチ処理といった場合にそういうのを組んでらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃいますか。あ、なるほど、はいはい、ありがとうございます。3分の1ぐらいの方から、手が上がった感じですね。まあ、結構分かる人は分かると思うんですけど、結構同じことを書くことが多いんですね。処理が開始したときに、あ、始まったよってログ書いたりとか、あとはビッグクエリの処理とかも1個前に、ビッグクエリの処理とかもよくあるんですけど、ファイル書き込みとかも同じような話なんですけど、まあ、まずファイル書けたかなっていうチェックするのと、本当に書けたかなみたいなチェックすることってよくあるんですよ。だからできたか、実行したとで、あ、終わったかなみたいなのを見たくなると。で、こういうのって大体どこも同じことやりたくなる。であとはそうですね、バッチ処理って一箇所こけちゃう、一箇所の結構直列に叩くことが多いので、一箇所何かあるとそのコーダーの処理動かないとかよくありますと。でこれをいろんなとこで何回も何回も書くと、だんだん自己流の書き方の人が増えてきたりとか、こんなことよくあります。でじゃあどうするか、では処理を、まあ、関数使ってまとめて使えるようにするといいですよという感じです。でタスクグループっていういい機能がありますので、それを使って処理をまとめておくとさらに良いです。はい、でタスクグループってどんなものかって言いますと、はい、タスクグループっていう機能がクラスがありまして、先ほどちょっとお見せした中間テーブル作成して待って実行するみたいな機構があります。これを withq でタスクグループってやつでまとめてやることができるんですね。でこうすることって良さがありまして、まあ、関数にまとめてあげることで DAG にこう同じ処理を、まあまあ、あんまりこういうことは言っちゃいけないんですけど、コピペで貼ってよしよしできたみたいなことよくあるんですけど、それは良くないので、まあ、関数にちゃんとまとめて DAG の可読性を上げていこうっていうのがまず1個目の話です。はい、これの場合ハーブンスパームエッグスっていうなんか3つの処理を叩いていますと。こうするとアパッチエアフォローの機能でグラフを表示する機能がありまして、そこでもなんかこう DAG が分かりやすくなりますと。例えばタスクグループが 1,2,3 個あって、その中で同じような処理やってんねとかが分かるようになりますと。で、まあ、これすると使い回しも効くし、チームでも開発しやすくなるよっていうのが1個目の、チップスです。で2個目が、まあ、最新のアパッチエフローを使いましょうという話です。で各クラウドサービスで、まあ、新しいプロダクトが出てくるんですけども、そうするとプラグインのバージョンアップしなきゃいけないんですよ。で新しいプラグインって大体最新に対応しちゃうみたいな感じになってるので、まあ、なるべく最新使ってください。少なくともなんか新しく、例えばクラウドラン使いたいとか、そういう時にはちゃんとアップデートして、アップデートしてもちゃんと動くっていうのを確認した上で新しい機能を入れていった方がよろしいですよっていうのが2個目のチップスです。で3個目が、クラウドコンポーザーとか、アパッチエアフローのログの話です。まあ、ロギングに直接出力できまして、まあ、ちゃんとログを出すことでチームの運用が楽になってとてもいいんですよという話をさせてください。こちらちょっと事例をお話しさせてもらうと、僕たち移行案件でして、結構やるべきこと、業務の再実装で結構いっぱいいっぱいだった時期がありますと。でその時にやっぱ移行案件なので、移行前と僕たちが作ったものちゃんと合ってんのかなという、こう毎日毎日ちゃんと作った後に2000万作った後に2000万を比較するっていうのをやってましたと。でこの比較した時に、まあ、じゃあ失敗した時にアラート出してましたと。ただ当時あんまり知識なかったので、失敗したことは分かんだけど、システムのログで失敗したってのは取れるんですけど、もうどこか分かんないで、ログは出してんだけどどこの処理失敗してるのかよう分からんみたいなことがありました。ちなみに調査は悪い時は本当半日かかったりとか、こんなことありました。結構大変です。まあ、なんでどんなことをやったかといいますと、比較の処理をビッグクエリでやってます。で実行した結果を今度は
見やすいログになるようにまず整形しちゃえばいいじゃんというので整形することをやりましたと。この場合はそのビッグクエリの中で作る前と作った後のデータを比較して、でそこで何か、エラー出てるねっていうのを、Python のオペレーターってところで引っ張ってきて、じゃあログ作ってやるってことをやりましたと。でもともとこんな感じでしか出せなかったのがこれを入れてやることで、実際にじゃあどこで差分が出たのとか、そのテーブルとかができていて、テーブルの中のどのカラブが失敗してるの、どれぐらい失敗してるのとかが、まあ、ログを見なくても分かるようになりました。はい、これでまあ原因が分かりやすくなって、まあようやく我々の開発効率も上がって、まあ、最悪半日かかってたのが、まあ5分とか10分ぐらいで、まあ、ここか、またか、みたいなのが分かるようになったと思ってください。はい、まあ、こんな感じで日々改善しつつ、移行とか進めております。で最後まとめをさせていただきますと、まあ、大規模データパイプラインの構築ってなかなか大変なんですって、作った後も運用し続けないといけないし、移行前のデータと合わせないといけないとか、こういう難しさが結構あります。まあ、ただ改善し続けることで、きちんと前に進んでいくことができますと。でそのためには何を行うかに集中しようというのが言いたいことです。で最後ワークフローエンジンはいろいろなこう運用を楽にしたりとか、自分たちのシステムをさらにこう良くしていくための機能が入っています。だからちゃんとここを勉強していって、まあ、自分たちのこうやるべきことに集中していくとハッピーになりますよというのがまとめです。はい、ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。では質問がある方いらっしゃいましたら挙手お願いします。はい、ではマイクが届くまで少しお待ちください。はい、発表ありがとうございました。大変勉強になりました。ワークフローエンジン、僕も昔ちょっとアパッチやフローとか使ってみて非常に重たいなという印象がすごくあったんですけど、はい、印象として一度組んだワークフローをこう安定的にこう稼働させていく、運用していくのはすごくいい得意なんだろうなと思いつつ、その改善を重ねていく上でワークフローそのもののロジックを変えたりだったりとか、改善をこうコード自体も変更入ってくると思うんですけど、それらをこう検証したりとか、じゃあワークフローそのもの壊れてないかを確かめたりとかっていうのは結構ローカルでミレートするのも結構限界あるなと思っていて、そのあたりは個人的にすごく課題を感じておりまして、モンタローさんでこうなんか工夫されてることとか、もしありましたら教えていただきたいなと思いました。はい、わかりました。で今のお話は多分ワークフローエンジンというよりこう長時間のバッチってどんなふうにこう改善するのという話 と、あとはそうですね、そもそもそれってちゃんと動くのみたいな検証どうやってるのという話にちょっとなってくるかなと思ってます。でまず答えから言ってしまうと、まず自分たちもまだそこ分かってない部分です。まあ、なんですけれども、検証用の環境と開発用の環境、あとは本番用の環境っていう、環境をいくつか作ってまして、毎日壊れてないかっていうのを実行するってことをやってます。でそうすることでまず壊れてないってことはそこで保証してます。はい、あとはまだできてはいないんですけど、エアフロー自体に、DAG の検証する機能、なんつったらいいですかね、パイテストとかを使ってユニットテストとかもかけまして、まあ、そこを使って、まあ、うまくまず現状壊れてないかなというチェックとかやろうかなと思ってます。あとは DAG の検証には実はブラックとかそういう一般的な Python のリンターとかが、とても役に立ちまして、実は構文のレベルで壊れてないかはそこでチェックできたりします。まあ、こんな感じで構文チェックで、保証している部分と、あとは実際に動かさないと分かんないよねって部分で大体二段構えでやっております。あ、お答えになってますか。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にもご質問ある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、では、こちらで中村さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方は大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。